笑ったら即貯金没収の旅。日が暮れ、三宅健吾防衛、弟の歯ブラシ使っちゃったバラそれドライバーの途中経過はヤマト、ユータ、ユーマ1、ヒューガ2でございます。それでは開始なーす。俺もあるかもしれない。探しろ。うん。同じようなもんだけど。死ねよお前。それ全然。座ってみ。あさどくろ。うん。やっぱビビっときてるよ。動かない。交互に動いてやるな。せーの、やっぱビビッときてるよ、君のイメージ気持ちいいよ。誰お前どつくの、どつくの、もう一回やってみ。ちゃんと動く。せーの、やっぱビビッときてるよ、君のイメージ気持ちいいよ。パリまで放送車なんてバカね、夏の終わりの初夏の気温は気持ちよさせるしだ。見てないよ、ヤマト前の人カタカタ。うんうんうん、疲れたよ、疲れたな。全然見てない。ふぅーえへへーカタカーン痛くねえ。なくなるぞージングルベーン、ジングルベーン、ジングルベーン、ジングルベーン。ふぅーこれも、俺出ようかな、一回。ほら、俺もついていこう。まあ、二人で電車やろうか。打ち合わせにも。じゃあ3人かな。あっちゃん悪くねえ感じるね。ドケチショーになる。坊主の時と全くレベルが違うもん、ね。うん、あれ何シンプルじゃない。これが送るとどろかせようぜ。コペルかガチ。何メガネそれお前。あ、そうですか。もうちょっとそこでやって、見え、見えんおい、座っとっちゃうぞ。じゃあマジで、僕でお願い、ヒューガを笑わせる呪文教えてくれ。あいたた、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 コペルタ、コペルタ。ああ、そうですか。じゃあ見ろ。ニヤニヤしてんじゃねえよ。トワイライト、お前の勝利はトワイライト。なんかやっぱ、ヤマトっていけてるね。とどろかせようぜ。お前それしか言わねえな。パーティーなし、さっきも言ったパーティーさ、ディヘイ。お前ちょっとコペ頼む。ひださんに呼ばれたら上がっちゃうときうん。コペだね。そんな標準語でコペル同士で電話。お疲れ様です。お疲れ様。セカコペルコンビを引き継ぐんだ昨夜で、この帽子後ろかぶりと T シャツだけっていう簡単だったからやろうね。リーマンの登場だよ。リーマンじゃねえよ、お前みたいなやつは。ここだけやん、頑張って盛り上げてくれよ、マスター。怪我するとヘイ聞こえません。お前クソみたいやん、昨日絶対。よー盛り上げてくれよ、マスター。できね、ラッパーが2人もいればバトルだぜ。なんかフリートラックみたいなやつ。盛り上げてくれよマスター。ペン。ヘイ。フリーバトルビート。ちゃんとやってんだよ。よ。これ何言ってんかわかりません。わかりません。はい、流すよ。何言ってるかわかりません。タイタタタイ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 タタ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 リーマンの登場だぜよ。甘いんだよ。黒はないです、うん、白だ。何言ってるか分かりません。何知らんのがそこだけ。サラリーマンラッパー分かりません。えいえ、うるせえやつらは目の前にリーマンの登場だぜよ。声上げるやつどんだけいいの。声上げてくれよ。さダブってるっすよ、声上げるやつ。そんなお前のラップを聞いてください。
カデさんみたいなのを食べてたの。なんか適当に芸能人言ってくれれば俺それでラップっぽくしよう。麻生さん、確かに麻生太郎さんがラップやったら、うん、うるせえやつを目の前に、答弁していきます。投票できるやつどんぐらいいんの、どうせおめえら投票来ねえだろう。ペン、我らが、自民党総裁、安倍君の話を聞いてください。聞いてください。うまいこと言うね。まあ、考えてるから伝わるもんね、喋りながら。まあ、麻生太郎かけるラッパーを言ってくれれば誰でも。うん、ゆってぃさん。あれはラッパーじゃないよ。あれアイドルだから。アイドルじゃないよ。何ですか。女優さんだよ。女ではない。ゆってぃさん。これは何て言うの。ゆってぃ。小さいことを、気にしてしまう今日この頃ですが、生きる上で大事なのは3つ。朝、希望とともに目覚め、昼は懸命に働き、夜は感謝とともに眠る。若ちこ若ちこ。綺麗。綺麗な。すごい。頭に綺麗すぎるね。ゆうたはずっとパソコン置いてあんのよ。いやけどね、全然タイミング悪い。まあ別にこれ受けを狙ったわけじゃないから。けど、これ俺が映ってるわけじゃないの。ちょ、友達に力貸してもらって、うん、あのモザイク入れてって言われたから、うん、モザイク入ってるけど、どうすればいい、どうすればいい、ここに置こうかな。あと見える、バカ見える、唐突に。コムドットの皆さん、こんにちは。バスケ部で同期だった、クロちゃんです。実は、突然のメッセージで驚きかもしれませんが、コムドットのチャンネルは登録させてもらっていて、まあ、いつも夜寝る前とかに楽しませてもらっています。特に好きな動画は、まあ、いろいろ好きなんですけど、ラファエル野球拳とかですかね。特にユーマの毒舌が大好きです。まあ、今はね、ただでさえ、まあ、動画を作るっていうのは大変そうなのに、まあ、コロナでなんかいろいろ制限されるところも、まあ、多いだろうなって思うので、まあ、なんか、そういうの、頑張りながらみんなやってるって考えたら、すごいみんなのこと本当に尊敬するし、本当にかっこいいなって思います。これからも、まあ、面白い動画楽しみにしているので、引き続き、頑張ってください。それじゃあ、またねー。バイバーイ。外れてるよ。外れてる。外れてる。外れてる。見て。違う違う違う。言うた。兄弟生の将来バカ出世する予定の友達のモザイク外れてるよ。え、でもこれは使わないところ。一応送ってくれたんだよね。めっちゃいいやつよ。俺って結構人望すごいからさ、うん、もう一人お願いして、うん、いや、ちょっと待って待って、これ抜けないですか、この癖は。クロちゃんこれ小学生がやってるからね。それやってってお願いしたの。してないしてない、うん、これはあれだよね、あのここがプニプニで気持ちいいっていうクロちゃんの癖だよね。で、クロちゃんここがちょっとカサカサだから、これが気持ちいいっていう、プニプニカサカサで、もう今年22っすよ。これ左やっとすぐ見るよ。いや、俺身内出てきたら死んじゃうよ。これもあんま別に面白くはないんだけどね。この人もね、あのモザイクを入れてほしい。結構ね、なんか人望ありそうじゃないのかな。いや、あのみんなね、将来固まり始めてるから。ああ、なるほど。そうそう、変な使い方。ヤマト、ヒューガ、ユーマとあっちゃん、今度ご飯食べに来たらまた一緒に来たらいいなと思います。それではまた次の機会でお会いしましょう。髪伸びたなと思うと。もうあの、なんだっけ、鳥じゃなくなったから。鳥じゃなくなったね。鳥じゃなくなった。いやー、ありがとう。どうも。ウィンドブレーカー。着させた？いや、着てきた。いつ撮ったの？あんな過密なスケジュールで。うちだろかさよ。しかも汚れ具合的に本物だろう。これうちのかさよ。お、うちのちのニュース。え、ガチ？え、うちのち行ったってこと？肩濡れないでしょ。うん。うちのかさだ。けどうちだからもう一個。これヤマトに見た。ちょっと。覚えてんのかな？津田さん如来。俺が描いたうちは似顔絵だ、はい、俺が修学旅行から帰ってきて速攻描いたやつだ。保存すごい、保存状態がいいな、うちだ。じゃあなんかその血なんでだけど、うん、
俺もちょっとある。ガチ。うん。家持ってきて。うん。みんな人脈すごいな。すごい。なんだそれ。人脈だな。迷子。迷子。この度に言ってくるっていうのは俺母ちゃんに言った時に、あとこれ持ってきなさいって言われたものがあって、うん、昔中学校時代俺ん家で結構遊ぶことあったじゃん、うん、その時にみんなが忘れてたものを母ちゃんが保管しててくれた。こう超優しい。じゃあまずこれ思い当たるしない。誰の。やばい。ん、誰の。ちょっと見る。確認してパソコン室ないみたいな。すげえ。どうしよう。そんなに考えちゃうね。なんか書いてあった。俺わかんない。なんて書いてある。小野里。いや、マジでね、こんなんだって。小野里先輩がそう拾って NBA をラジオで聞いてた、そのヘッドホン。え、なんでこれ。え、じゃあうちに忘れてたの。遊び来たと結構あるよ。怪しい。それはやばいね。綺麗だな。けど誰かのベルトだ。いや、俺が予想してるより綺麗だ、うん、広げてみて。え、名前書いてある。宮坂。カナタが拾ってずっと使ってたベルト。綺麗すぎるな。カナタが拾ってベルトもっとも、うん、肌身、ザラザラの肌身。俺の母ちゃん加工したんだ。いや、すごすぎだよ、内職。うん、まだそれはペペローション。普通にペペローション、新品よ、母ちゃん。名前書いてある。あ、ちょっと見せて。あれ書いてある。読んだけど、うん、読む、うん、早く読む。どれなんだろう。え、どれ。響き。え、山本どうですか。じゃあ俺んちの風呂場に置いてあって、ウッディみたいな感覚で靴裏に書くみたいなので、響き取られない。男兄弟多いしな、そこ。あそこ。あとなんだろう。まだくだらないもんしかないっすよ。軍手なんて別に自分ちのだろ、別に。何それ。川口とか。絶対やん。いや、やっぱあの人だな。うん、でも、よかった。誰だよな。誰だよ。そんな、俺若干予想してて。まあ、わかんない人が見て読んだ方がいいかも。え、家もわかる。俺わかる。あちゃんが読んだ方がいい。読んで。中山。そうそう、これ中山先輩が冬バスケするときに絶対知ったブーン。ハンドリングが面白くなるね。アップの時にしてた。だけど名前こんなでかく書く必要はなくない。まあこれ中山先輩のっていうのがあったね。わかんない。あ、これ南京錠。誰忘れてたんだよ。俺らの知り合いに、まあ南京錠使ってる人見たことある。うん、おんちゃん。いや、俺見てみる。重っ。俺の予想完全にもう、うん、あー、ね、多分俺の予想なんだけど、多分クレイさんがあのサウェイの奥地に南京錠って言って、うん、されちゃったんだ、サウェイさん奥地に南京錠を、うん、で解除して多分サウェイさんの南京錠になってサウェイって書いてあるんだった。で忘れてちゃう。そう、だからロベルト吉野君うちに来た時に落としてたの。あ、それを管理してるのが吉野君。そうそうそう。これで終わりですよ。もう忘れ物多いな。忘れ物結構するんだ。あと辻のメガネちょっと当てつけだもん。みんな辻さんこうなってんの。こんだけ分厚いメガネならね。よくお母さんが歩いてる。歩いてる、うん、あ、で俺もスケッチコート持ってきたんだけどさ、うん、ちょ、オレンジのタッチあるんだよ。いいっすよ。勘弁してください、ほんとに。いいよ。表情か。表情か。ねえ、ダーリン、ダーリン、こっちを見る。何いたつる。アライブラスケッテーブラスケッテーブ。いや、むずいんですよね。あ、あり伴奏なんでもあった方がいい。じゃあ、最近1位に言われてますから簡易的取れたか、伴奏。まあ、ここで楽に決定しとくは、伴奏をかぶってもかっこいい方が1位でしょ。いや、お前2位だよ。誰も認めるだろ。さあ、1位と2位のやり手です。よし、交換だぜ、俺らは。めちゃめちゃ笑ってたけど。大きなもんね。いや、だって事件じゃん。
完全に。だってパースト相撲なのにどっちも足つながってどっちも頭入れられない。なんでストッキングだからです。ハイミスだと。そういうことか。やろうか。入りが下だけ片方に。はいはい、行く行く。あ、そこ入れちゃえ。そうそう、一回入っちゃえ。入っちゃおう。いや、無理。そこ入り口下行っちゃってない。お前さ、それ肌と俺なの。OL の生足の匂いする。やるたー。下まぶたがお前上に上がっちゃってるやん。今日もやっていきましょう。ムカデインザミッドナイト。テレテテテテテン。ラジオなのにこの顔でやらさせていただいてます。お願いします。どんなお悩みも解決していきたい、そんな一心でこのラジオやっております。なんか悩みあれば。はいはい、どうぞ。あの今日大事な、仕事があってファンストとストッキング間違えて買ってきちゃったんですけど。そんな君に解決方法が一つあるぞ。気にしないことさ。はっ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 は。笑えないから表情こんなんないから。スローでやる。はっはっはっほやん。早いと歯だけど遅いとほやん。やってみ。はっ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 。ほになってるから。早いリード入る。入る。あ、入れそうだ。来い来い来い。あれあれ、あ、なんか股とかすみたい。大丈夫。ひどい、お前なんかでつる。え、俺秀一郎みたいにガチ似てる。僕は東京の大学生、今日はボスの旅をやっています。お前がやんね。秀一郎みたいじゃない方なんだから。お前、僕は東京の大学生、ゆうたがやるべきだ。いつも地元の友達と YouTube バカ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 苦しむよ苦しむ。僕は東京の大学生、いつも地元の友達バカ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 苦しむ。僕は東京の大学生、いつも地元の5人と YouTube バカ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 。僕は東京の大学生、いつも地元の5人と YouTube バカ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 。僕は東京の大学生、いつも地元の5人バカ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 あ、かぶれねえじゃんと。ただいまの途中経過はヤマト・ヒューガ2、ユータ・ユーマ1です。残り時間15分です。うわー、5分で行った。それでは開始。もう一回かぶるか。ユーマ、ユーマ週1で分かる。東京の大学生、1日の全部を早回しで言うみたいじゃない。ユーマが1回入ってユーマがやればいいんだよ。ユータの全部行けばいい。あれ、これ大丈夫？もうできてる？うん。僕たちは東京の大学生。お前がやんだよ。ユーマにやってみる。僕は東京の大学生。今日は熱海の千駄ヶ谷駅に来ます。何それ。ユーマ目開けてみ、頑張って。ユータ見て。しゃべや、鬼白目ちゃんと見ない。黒目。いや、逆さまつげえぐいことになってる。大丈夫。逆さまつげが滝みたいになってる。僕は東京の大学生、今日は酒を入れてるので、ユータ君にキスをしていきたいと思います。チンコ。オッケー、頑張れ。おお。ああ、暴力的だな。互いに胸は良くない。二人ともここが、うん、色濃いくなってるぞ。一回ユーマのさ、あの満金のパンパンみたいなの見ることできるの。ああ、久々な。2020年秋バージョンみたいなっていう。じゃあやらせていただきます。さすがにおな、お、そんなものを多分高かったろうにな。ユーマドンキ結構いった。で、ドンキね、ドンキってやめて、ずっとアホみたいだから。ドン、パン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 
パンパンパンツ食いたいパン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 が食いたいパン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 くんの猿までうまいパン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 パーツ食いたいパンスト除去して人間だユーマン、あっちゃん笑いそう、もっと攻めろパン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 これはトイキングの跳ねるなのかな分かった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 独自のリズムにしてね、そのメキシコのテンポみたいなそのままだったんだ、ユータそういう感じでいくなんとか面白さないガンガン、ガンガンガンでいいわかりました、ガンガンでいきますガンガガンガンガンガガンガンガンホール長生きしすぎガンガガンガンガンガガンガガンガガン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 しょっぱなよかったなめちゃくちゃ面白いすごいな、うん、すごいお前ガンホール撮ったらアーロニーロみたいなおい嘘だおい嘘だろこれでやっていくわ何偏見言ってく何その部署みたいな僕の番だはいどうもこんにちはアム袋体育のバスケ中パスもらえない一回もこのやる気なのにはいどうもこんにちは島袋腕太い見たまんまはいどうもこんにちは笑い袋心汚い笑ってんのにうんはいどうもこんにちはハゲ袋食べ物噛まないで飲み込む誰かやる他にでも結構毒舌は怖いからあ、はい、人の顔借りてるからあんまりその悪くない、ね、はいはいどうもこんにちはハゲ袋、たぶんハゲ確定でハゲね、だからハゲ袋だなはい、どうもこんにちはゲイ袋、たぶんゲイ確定でゲイだからゲイ袋だね、うん、やめて、勝手に帰んの、設定なんで笑いそうなの自爆しそうだっ笑ってるけどいや、大丈夫はい、どうもこんにちは笑いひよ袋、たぶん笑いひよユーマーありがとう意味わかんないですグロ多分笑いしよう自分の中でそれを言ったらヤバやったねさつぼだったんだいやでもそのユーマーマジユーマーだもん姉袋多分姉とかやってってこのケイスケくんねケイスケくん多分ケイスケくんって言おうとしたんでそれまで考えてたら笑っちゃったんでバカ笑った自分のライバルと中継かはヤマト、ユーマ、ヒューガ、ニ、ユータ、1でございますおぉお前すげえゼロやなお、ただいまのアウトのタイミングによって一部終了ですおぉ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 やばいわマジでうわ最後の一手それでは1時間の休憩に入りますおぉおポケダモンジローと申します。